山の方に入っていきます。
ちゃめちゃ飛ばしてきた S2000、 ホンダの S2000 がめちゃくちゃ煽ってきました。ちょっとだけスピードを出します。はい、というわけで、じゃあ飛行スカイラインは4月1日に通行止め解除されたからいいかと思って来てみたわけですが、夜間通行止めというものがありまして、朝9時にならないと通行止めが解除されないということで、まだ今8時20分なんですけど、早すぎました。夜間通行止め9時までやってるってなかなか遅いっすね。ということで仕方がないので、H5 七浦シーズン9の方に向かって、芥浜とかでちょっと時間を潰そうと思います。いやちょっと残念ですね。せっかく朝早く起きて電車してエリコスカイライン行くぞって思ったのにこのざまです。まあ、あと30分で通行止めが解除されるみたいなので、ちょっとゆっくりしてからまた来てみたいと思います。怖いなっていうのもあって
30分ほど時間を潰します。はい、今回、Amazon で、今映っております、車載用の、カメラの固定器具を購入しました。いつもはヘッドレストの片側につける、ここだけで固定してて、でグニューって伸びてきてここでカメラ固定してたんですけど、今回このヘッドレスト2つで固定させてて、クーッと伸びてきてるタイプなんで、結構丈夫なもので、今 GoPro 取り付けてますけど、もっと大きいミラーレスとかもつけても、いい動画撮れるのではないでしょうか。
辺りまでも自転車で行ったことがあるんですけど、いや上り坂は本当に地獄でしたね。今日まだ気温が20度ですけど、夏合宿とかでは真夏30度超えてる中、この上り坂を延々と上り続けるのは過酷でしたね。まあ、ただ下り坂はめちゃくちゃ楽で、逆にスピードが出すぎちゃって怖いぐらいでしたけど、やっぱり車に乗ってるとそこら辺の気持ちよさはやっぱり自転車とかには劣るかもしれない。
していました。いっぱい人いて、いっぱい車がいました。
ここら辺で終わっていきたいと思います。よかったら、チャンネル登録など、よろしくお願いします。それでは、終わりたいと思います。次回もよろしくお願いします。